ちゃんは見た。私はゆずりは、弁護士をしている。今日は休日出勤で事務所に向かい、仕事をしていたのだが、この痛み、もしかして虫歯？ダメだわ、この仕事が終わったら歯医者に行かなきゃ。そしてなんとか午前中に仕事を終わらせて、午後になってようやく歯医者にたどり着いたのだった。やってきたのは、三者の先生と受付の女性の二人が営む小さな歯科医院なのだが、現在絶賛放置されている。ああムカつく、ありえない。麻酔打ってからもう30分くらい経ってるわよね。しかもあいつら、まあこれはいいわ。とにかく、あのすみません、早く治療始めてもらっていいですか。しびれを切らした私がそう呼ぶと、受付の方から慌てて先生が戻ってきた。お待たせしてすみませんね、ちょっと手が離せなくて。手が離せないって何よ、今いる患者は私だけじゃない。まあいいわ、さっさと治療してもらって帰ろう。お願いします。はいはい、それじゃ削っていきますよ。やっと治療が始まったかと思ったその時、ちょっと柊木君、あんた妻の私を裏切るなんていい度胸してるじゃない。突然診察室に謎の女性が怒鳴り込んできて、私の治療はまたもや中断されてしまった。困りますよ奥さん、患者さんもいることですし。うるさいわねあざみ、あんたは黙ってなさいよ。何がどうなってるの。おいおい茜、どうしたんだよ、仕事中だぞ。どうしてもこうしてもないわよ、あんたこの受付の女と浮気してるでしょ。おいおい、急に何を言い出すかと思えば、僕がそんなことするはずないじゃないか。言い逃れしようったってそうはいかないわ。私さっき近所の主婦友達とランチしてたんだけど、こんな写真を見せてきたのよ。いや、それは完全に誤解で。こんな完璧な証拠があるんだから誤解もクソもないでしょ。お互いの両親も呼んであるし、どういうことか今からきっちり説明してもらうわよ。写真もしっかりみんなに送っといたから。母さんたちまで勝手に何してるんだよ。どうやら怒鳴り込んできたのは歯科医の柊木先生の奥さんで、その柊木先生は受付のあざみさんと浮気をしているらしい。ただ歯の治療をしに来ただけなのに、私はとんだ修羅場に出くわしてしまったようだ。あれ、っていうかさっき今からって言ってた。あのちょっと待ってください、先に私の歯の治療を終わらせ。あかね、柊木君が浮気してるって話は本当なの。柊木てめえ、親の顔に泥塗りやがって。もう来た。待ってくれよ父さん、あかねの誤解なんだ。お母さんたちもお騒がせしてすみません。柊木君、とにかく後で改めてみんなで話し合いましょう。ひろぎも仕事中で患者さんもいることだし。あら本当、あのすみません、ご迷惑をおかけしてしまって。 いえ本当に申し訳ない。さあ行きます。仕事が終わるまでなんて待ってられないわよ、今ここでしっかり説明してもらうんだから。ちょっとあかね、やれやれ、あかねがそこまで言うなら仕方ないね。はい、写真だけじゃないわ、柊木君ってば最近ずっと帰りが遅かったし、家にいる時もスマホでこそこそ誰かにメッセージ送ってるのよ。どうせ相手はあざみでしょ。職場でも家でもイチャイチャしちゃってほんと気持ち悪い。いい加減にしてください、私フリーなんてしてませんから。だったら今すぐあんたのスマホの中身見せてみなさいよ。その必要はないよあざみ君、内緒にしておきたかったけど、こんなことになってしまったのなら仕方ないね。あかね、来月君の誕生日があるだろう。だったら何よ。僕はね、君を喜ばせたくて、あざみさんに茜を喜ばすサプライズの方法を相談していたんだよ。え、柊木先生、言ってしまってよろしかったんですか。関係ない君を巻き込むわけにはいかないからね。僕は仕事のことしか頭にない男だから、どんなことをしたら女性が喜ぶのかわからなくてさ。だから一番身近にいた仕事仲間のあざみさんに助けを求めたんだけど、まさかこんなことになるとはね。でもそれじゃあの写真は、あんたたち道で抱き合ってたじゃない。それも完全に誤解です、私ってそそっかしくて道でつまずいてしまうことが多くて、多分私が足を滑らせた時に柊木さんが支えてくれたのを取られただけだと思います。そうなの。あかね、心配させて悪かったね、僕はいつだって君だけを大事に思っているよ。
あなた。そうだったのか。まったく人騒がせな。これじゃ完全に茜の勘違いだったわけなんだな。まったく。つつじさん、立花さん、わざわざご足労いただいたのに申し訳ありません。うちの娘がすっかりご迷惑をおかけしてしまって。いやいや、勘違いさせるようなことをしたうちの息子も悪いんで。でも間違いならよかったわ。二人には末永く幸せでいてほしいもの。ほら、茜、あなたもちゃんと謝りなさい。ヒイラギ君、本当に信じていいんだよね。もちろん、僕が愛してるのは茜だけだよ。あなた、よかった、これで解決ね。さあ、私たちは早く出ましょう。これ以上治療の邪魔しちゃいけないわ。ご迷惑をおかけして本当に申し訳ありませんでした。うん、ちょっと待って、奥さん、茜さんって言いましたっけ。旦那さんの言うこと信じちゃダメだと思いますよ。どういう意味。君、確かに治療を中断してしまったのは申し訳ないけど、なかなか聞き捨てならないな。信じちゃダメとはどういう意味だい。完全に部外者の私にとっては、別に歯医者さん夫婦がこの先どうなろうと私の知るところではなかったんだけど、治療を散々放置されていた私はこのヒイラキという男に対してかなり頭に来ていた。私の治療そっちのけで話を進めた奥さんもムカつくけど、現役の弁護士として騙されたままの人を見過ごすわけにもいかないしね。それじゃあ言わせてもらいますけど、結婚して5年も経つのに今さら他人に奥さんとの記念日の祝い方のアドバイスを聞くなんて変だと思いません？言われてみれば確かに、ヒイラキ君って女の子の扱いも上手で元カノもたくさんいるし、サプライズなんてお手の物だよね。おいおい、何言ってるんだよ茜まで。それに証拠の写真、転びそうになったところを支えられた瞬間だっていうのも怪しいですよね。芸能人のスキャンダル狙ってるパパラッチじゃないんだから、一般人がそんな一瞬のことをすぐに写真に収められるわけないと思いませんか。言われてみりゃ、道でずっと抱き合ってたから撮れたって考える方が自然かもしれねえな。君、適当なことを言って引っかき回すのをやめるんだ。大体君は全く関係ないだろ。どうして首を突っ込んでくるんだよ。私、現役の弁護士なの。目の前で騙されそうな人がいたら黙っていられないのよね。それに、決定的な証拠を私も見てるし。決定的な証拠？ええ。だってこの人たち、私が来た時。辛い。早くこの痛みから解放されたい。あざみは本当に可愛いね。もう先生ったら。うわ、何この人たち。すみません、今朝予約を入れたゆずりはですけど。来週のデート楽しみにしてるよ。はい、私も。すみません、治療してもらいたいんですけど。ごめんなさい、ご予約のゆずりはさんですね。保険証はお持ちですか。っていうのを見ちゃったし。しかも、なんなら私の治療中にも抜け出してイチャイチャしてましたよね。好きだよ、あざみ。私もです。麻酔のあと30分も放置されて、受付からはイチャつく声が聞こえてきて、こっちはまさに地獄みたいな気分だったんですけど。いや、彼女の言ってることはデタラメだ。そうよ、どうしてそんな嘘をつくの。じゃあ受付にある監視カメラの映像を見せてもらえます。そこに何も映ってなければあなたたちの無実を証明できますけど。おいヒイラギ、やましいことが何もないんなら見せられるよな。茜、確か監視カメラの映像って受付のパソコンで確認できたと思うから。ちょっと待ってください、院内のものに勝手に触らないで。うるせえんだよこの泥棒猫。先に私の旦那に手出したのはあんたでしょ。そして監視カメラの映像を確認してみたところ、誰もいない受付でイチャつく2人の映像が嫌というほど映っていたのだった。お前ら浮気してたんじゃない。離婚よ離婚。死ぬほど慰謝料払わせてやるんだからね。覚悟しなさいよ。こうして司会と受付嬢の不倫騒動は幕を閉じた。妻の茜さんはその場でなかなかの額の慰謝料を請求していたけど。500万円よ、何が何でも500万円払いなさいよね。せめてもうちょっと安くならないかい。そんな額を払ったら僕の生活も苦しくなっちゃうんだけど。バカ野郎、この後に及んで何言ってんだ。この院を手放すなりなんなりしてきちんと償え。
ヒラキ先生が歯医者だということ、ご両親も全面的に茜さんの味方だったこともあり、あっさりと承諾。もちろん後日あざみさんからもそれなりの額を絞り取ったらしい。貯金がゼロに。その後も延々と離婚の話が続き、私も弁護士ということもあり結局話し合いに参加してしまい、そういえばここに来てから何時間経ったのかしら。あの、助けてくれてありがとう。あなたが二人のことを喋ってくれなかったら私はずっと騙されたままだったわ。本当に巻き込んでしまってすみません。ありがとうございました。いえいえ、お役に立ったならよかった。ねえ、よかったら連絡先教えてもらえない？離婚の手続きが終わったら改めてお礼がしたいの。終わる頃には思いがけない形で新たな友人ができていたのだった。よし、それじゃあ改めて私から連絡するね。ええ、楽しみにしてるわ。何はともあれ無事に解決してよかったけど、何か忘れてるような。すみません、私はこれで。ちょっとどこ行くの？治療まだ終わってないんだった。さすがにあそこで続きの治療は受けられないし、急いで別の歯医者探さなきゃ。麻酔が切れてしまった私はその後別の歯医者に駆け込み、ようやく歯の痛みから解放されたのだった。終わりましたよ。はあ、よかったけどものすごく疲れた。ご視聴いただきありがとうございました。歯が痛くて治療してほしくて待っているのにずっと待たされるのは苦痛でしかないです。ただでさえ苦痛だというのにイチャイチャされていたらイライラも募りそうです。まあどんな理由であれ仕事場に乗り込んできているということはお客さん、今回で言うと患者さんですが、当事者以外に人がいるということを忘れないでいただきたいです。頭に血が上っていてそんな余裕が全くなかったのかもしれませんが、もう少し周りの状況を見れるといいですよね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。